レテゼンワールド世界一おいす、まあ、黒いじゃないですか。黒いじゃないですか。まあね、かなり黒い、かなり黒いね。銀太とマリが来るじゃないですか。普通に打ち上げに行ってちょっとずつ黒くなっていくとちょっとやちょっと黒くなったぐらいじゃん、気づかないじゃないですか。いや、じゃあ俺最後もう真っ黒って多分もうダークマターみたいな。いやいやいや、大ゲップしてる。大ゲップじゃん。ありがとうございました。楽しい。じゃあ飯でも行きましょう。えい、行こうもん。ちゃんと外人の体っすね。ちゃんと血入れてるんすよ。ちゃんと血入れてる。ちゃんと血入れてる。外人の体。ちょい行こう。お願いします。最終ガンズになってもらいます。それ俺が黒くなることをガンズっていうのはやめろよ。絶対さ、うんこしてると思われるじゃん。え、あんたにさ、バカでかいうんこしろ。あ、でもちょっと黒くなってる。いや、今ね、真夏のアントニー。真夏の。そこまで来てるって。スイスイスイ。スイスイスイ。バカでかいうんこしてたで小説が。そしたらアントニーさんがうんこしたちょっとマネージャーに電話して。あの、ほんとこれだけ言わして。1ミリも気づいてない黒いや、これもう黒いやん。これもうわかるじゃん。でもなんかやっぱあのアントニーさん多分黒いっていうものなので。黒いっていうもの。これは直接入ってくれ。あ、直接です。個人契約みたいな感じです。はい、止まれ、格闘技。僕今日それ見に行った。うわぁ、もう見ます。エロな、見ます。エロな。おぉ、唐揚げです。唐揚げです。くじるは唐揚げです。ハンバーグもどこでも美味しくないですか。確かに唐揚げより美味しいかもしれない。ハンバーグでしょ。ハンバーグでしょ。ハンバーグでしょ。美味しい、美味しい。気づきました。全然気づいてこないわ。そうだよね、ちゃんと黒い。もう最後飛びすぎてるから。これファンデーションだよね。ファンデーションです。炭じゃないよね。違います、違います。今日ちゃんとケーキ買ってきました。うん、ありがとね。いや、粘れるか。唇しか映ってないですよ今。あの、大きい点分かる。多分普通にシャトーブリアよりうまいんですよ。結局唐揚げが一番。唐揚げ来てんじゃん。そうっす、絶対うまいっすもん。唐揚げ難しい、ちょっと来たぞ。唐揚げうまっ、唐揚げうまっ。やっぱ唐揚げが決まりました。唐揚げが決まりました。人間の中、人間の中。うまいっすね。カメラあります？プライベートだね。お笑い芸人。ああ、は、いや、持ってこない。全員和田アキ子ドッキ、全員和田アキ子ドッキ。えぇ、嘘だよ。嘘で決まった。だんだん黒くなってて、来そうだったチャンネル登録してくださいよ。お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの。